喧嘩番長は剣ずこいこら。どら。極東線沿線を恐怖のどん底に落とし入れていた黒心連合の壊滅。極東高校の番長の活躍により。極東線沿線は平和な日々を取り戻していた。じゃあちょっくら行ってくるわ。ねえ、マジで行くのかよ。お前たちを置いて行くのは気が引けるが。だったら行かなきゃいいじゃんかよ。分かってくれよ。前に住んでいたところのダチが困ってんだ。そんなの分かってるけどさ。なるべく早く帰ってくるから、後のことは頼んだぞ、レイナ。うん。見せつけてくれるやないか。ちゃかすんじゃねえよ。班長、俺もレイナさんと同じで寂しいっす。あのな、別に永遠の別れじゃねえんだぞ。ほんのちょっと留守するだけだ。まああとは俺らに任せて、その困ってるたち助けてやってくれよ。先生、わしらおったらお前なんかおらんでも全然平気じゃ。あっちで他の女にうつつ抜かすんじゃないよ。心配すんな。じゃ、頼んだぞ。極東戦のヒーローはこうして旅立ったのであった。後に残されたレイナたちに新たな魔の手が伸びているとは、この時誰も知る由はなかったのだ。あ、レイナさん、そういえば学校で先行の岩渕がレイナさんを探してましたよ。あ、じゃあ学校に顔出してみるよ。よ。おう。あ？
あ？おう。君たち。お、生徒会長、俺らになんか用か？その服装は校則違反だと思うんですが。聞こえねえな。そんなよ、その女がさ。もうですね、僕は生徒会長として皆さんが快適に過ごせる学校ですね。ごちゃごちゃうっせーぞ。おい、お前は俺らに説教してんのか？あ？いや、そうではなくてですね、生徒会長として。おい、こっち来いや。おい、生徒会長様。はい。隠れてないで出ておいで。許してください。いいからこっち来いや。さっさとしろや。わかりました。こんな服。おい、俺らにそんな服装は校則違反なんて抜かしといて、そのデンジャラスな服装は何なんだ？これは君たちが無理やり着せたもので、僕は。いいから照れんでも。ウケる。払いて。こんな屈辱、許せな。許せない？
たら父さんだこら。おい、今番長いないから誰も助けてなんてくれねえぞ。おい、てめえら何してんだよ。レイナさん。あ、レイナさん、どうしたんすか、こんなところに。そいつに用があんだよ。あ、そうすか、どうぞ。じゃあ、俺らは失礼します。おい。はい。もし今度こんなことしてたらどうなるか分かってんだろう。はい。強くても今のままの梅吉じゃ誰もついてこないよ。そんなことはありません。僕は誰よりもこの学校を大事に思ってます。それだけは番長になって負けません。はあ、言うな。そんじゃその気持ちをみんなに分かるように押し出してみな。しかし今あんたが私に言ったことが本当ならみんな分かってくれるはずさ。だから絶対どんなことからも逃げちゃダメだよ。逃げないで自分を、自分の気持ちを精一杯貫き通しな。ここがお前の言っているいい学校になるといいね。任せてください。この鈴原梅吉、必ずやより良い学校を築いてみせます。その息だ。じゃあ。では。ああ、そうそう。何か。その格好、冗談抜きで決まってるよ。この俺がこんなど田舎に来なきゃならんのだ。くそ。
ケンさん、一体全体こんなところに何の用があるんです？水谷って女いるだろ。最近浅見さんにくっついてる女。してすしてす。なんかこう美人だけど怪しい女って感じの。そう、そいつがさ、どうもこの駅にある学校極東高校の番長によ、ひどい目に遭わされたらしいんだ。そんなことでうちらこんなところまで来たんすか？しゃあねえだろ。浅見さんが話聞きてえから、その極高の番長っての連れてこいって言うんだからよ。そうっすね。浅見さんの命令じゃ仕方ないっすね。浅見さんに逆らったら命いくつあっても足らんだろ。確かに。この格好が決まってるか。自分でもなんとなくそんな気がしてきたな。でよ、その野郎の特徴はだな。どうしたんすか、ケンさん。あいつだ、間違いねえ。あいつがそのままズバリだ。行くぞ。なんですか。てめえが極東高校のトップか。は？どうなんだ。いかにもこの僕が極東高校のトップです。連れてけ。はい。いいからおとなしくしろや。何がなんやら。どうしたんだよ。おい、何やってんだ。ちっ、ガキはすっこんでろ。そうはいかないぜ。うちらの仲間をどうしようってんだ。それはな。このへ、今記憶飛ばしてやるから、やがいしろや。やはこらガキども、もう終わりか。もうちょっと頑張れや。よし、行くぞお前ら。なぜか連れ去られた生徒会長鈴原梅吉、この後の運命やいかに。連れて行かれちまった。なんだって。どっちに行ったんだ。やつら駅に向かって。レイナ、やめとけ。あいつらはやばい。そんなこと言ってる場合じゃないよ。言われた通りに拉致ってきてやったぞ。あったざまないね。どうして。あんたは使えない男だね。
こいつは極光の番長じゃないよ。誰だいこのタコ坊主は。え、何そんなバカな。こいつは極光のトップって自分で言いやがったんだぞ。間違えるはずはねえ。おいタコ坊主、あんた何者だい。僕は極東高校の生徒会長、鈴原梅吉です。はあ、はあ、なんで生徒会長がそんな格好してんだ。おかしいだろ普通。どうしたってんだ優子、連れてきたんじゃねえのか、お前をメス豚呼ばわりした野郎。浅見哲也。5年前、強姦で名のある不良グループが極東戦に集結し大乱闘を演じた極東戦争。凄惨を極めた現場で最後まで立っていたのはこの男ただ一人。その後盗官最強の男として君臨し、今でもその名を知らない者はいない。てっちゃん聞いてよ、剣の野郎違う人間連れてきちゃってさ、あったまくる。よりによって極光の番長じゃなくて生徒会長連れてくるなんてさ。ほらおいおい剣、俺も可愛い優子の顔に泥塗るようなことしやがって、いい度胸だな。いや、そんな。そう怖がるな、別に何もしないよ。あの、お取り込み中すみませんが。あ、何さ。え、あ、おめえはお呼びじゃねえ、とっとと消えやがれ。そうですよね、そうですか。では失礼して。待て瀬戸会長。人違いしちまって悪かったな。いえいえ、こちらこそ。ちょいと聞きたいことがあるんだが、極光の番長ってのは今どこにいる。え、彼ならどっか地方に行ってしまいましたよ。当分戻らないようですが。優子、そういうことらしいぞ。どうすんだ。こと、ムカつくやつだよあの野郎は。ではとりあえず僕はそろそろホイントロさせて。悪いけどよ、そうはいかねえな。そうだ、こうなったらあの野郎がいない間に曲を完全にぶっ潰すってのはどうよ。あの野郎が帰ってきたら。ちょっと、それは僕の立場からすると非常に困りますが。うっせえこのタコ会長、止めるぞ。すいません、すいません。よし、早速極光ってのを潰しにかかる。ケン、とりあえず目についた極光の生徒を手当たり次第に締めてこい。やっぱりゲームには順序ってもんがあるから。まずは手下がいて。よし、行くぞお前ら。てっちゃんかっこいい、惚れ直したよ。オーケー。はい、この生徒会長さんも連れてってやれよ。え、ほう。生徒会長がよ、自分とこの生徒殴ったら、それも面白いだろう。このゲームもより一層盛り上がるってもんだ。俺らに加担させるってことですか。そうだ。わかりました。はい、タコ会長ついてこいや。ヒー